はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回私たちは江別市にあるトンデンファームにやってまいりました。ガーデンフェアっていうのをやってますので、うん、そちらを紹介したいと思います。はい、それではレッツゴー。やっぱりトンデファームはさ、この骨付きソーセージで有名だから。5本入ってる、1188円だって。クラコソフトサラミだよね。こっちはね、焼かないでそのまま。あ、そのままクラコそのままですよね、こっちは焼いてる人がボイルした方が美味しい。トンデファームのジンギスカンと言ってるんだ。味付きジンギスカン、醤油味。石狩川ベーコンスライス、コルダーベーコンスライス、2パック1100円です。はい、トンデファームで買い物を終えて、自宅のウッドデッキにやってまいりました。本当はね、江別ののっぽろ森林公園のところにあるキャンプ場でね、やろうと思ったんですけど、急遽自宅でやることにしました。その理由はお母さんが足を怪我したからです。お母さんが怪我をしてしまい、急遽中止です。今から救急病院に行きます。インスタントコンロでバーベキューをしようと思って火起こしをしてました。古くて火が起きなくて、網を剥がして炭を入れてたら、これがバタンって倒れて、外した網がこれ、この先っちょに足が刺さっちゃって、3、4センチぐらい切れちゃった、うん、救急当番のね、病院に行って3針縫うっていうね、はい、結構血出たもんね。そう、こんなの外さなきゃよかったんだ、普通の網だと思ってたもんね。そうなんです、仕方ありません。ということで、はい、家でやっていきたいと思います。はい、はい、トンデンファームをご存じない方もいらっしゃると思いますので、まずはトンデンファームの紹介をしていきたいと思います。はい、トンデンファームね、北海道江別市にあります。江別市はここ札幌の隣にある市で、人口が約12万人、結構大きい都市です、ね。トンデンファームの施設を紹介すると、直売所、アースドリーム、角山農場とか、本社工場にある食事処、松の実とかね、焼肉屋さん、それから寿司屋さんとか、いろんなものをこう経営してます。で、今回はね、毎月最終週末なんかにやってるガーデンセールっていうのがやってまして、ハム、ベーコン、ソーセージ、ウインナーなんかを、まあ、特別価格でね、販売してるんで紹介したいなと思いました。はい、じゃあね、今回買ったものを紹介していきたいと思います。トンデンファームで一番有名かもしれん、骨付きソーセージ。はい、いきます。はい、じゃあまずは乾杯しようかな。はい、乾杯。今日はノンアルです。はい、乾杯。乾杯。乾杯。うん、美味しそう。いただきまーす。いただきまーす。うまっ、うん、美味しい。これはうまい、うん、美味しい。このね、骨付きソーセージ、日本で初めて発明されたんだって。粗挽きソーセージに豚骨を組み合わせました。骨髄から染み出る骨のエキスがプラスされて、味とコクをはるかに良くすることができ、ワイルドの味わい。ワイルドだろう。またパクっちゃってきたな。このね、骨もね、一本一本手刺ししてるらしいよ。うん、うまか。何弁九州はい、次、はい、フランクフルトと、うん、これクラコソフトサラミだね。これ4本で、うん、なんと600円でーす。はい、はい、クラコーでーす。おつまみオードブルの大定番、はい、原料肉を腸詰めして3日間じっくりと燻製乾燥して、余分な水分を飛ばして旨味だけを閉じ込めたソフトサラミ。はい、美味しくないわけないよねこれノーマルのクラコーと辛口クラコー。うん、おお。あ、うまそう。はい、次、辛口クラコー。やっぱり赤いよね。ほんとだ、赤い。まずノーマルから。やっぱりサラミだけど柔らかい。うん、ほんとだ、やばい。
やべ、これ肉の味が濃いよね。うん、味がギュッとしてるでしょ。辛口の方、うん、辛い。後からね、口の中にこう辛さが広がる。まあ、だけどこっちの方がライシーで刺激的だな。どう、辛くて。そんなに辛くない。ちょっとピリ辛みたいな味がギュッとしてる。やっぱりいや、お酒のおつまみにはいいわこれ。普通のサラミと違ってそんなに油がいっぱい入ってないよね。食べやすい、飽きない、しょっぱくないしね。クラコンもおすすめだね。次はジンギスカン、味付けジンギスカン醤油味を 200g 500円で買ったので、これを焼いて食べてみたいと思います。豪快にもやしからね乗っけちゃいます。おー、うまそう。もやしを引いて焼く焼き方が結構いいんだよね。肉が柔らかくなってさ。そうそう、この焼き方はおすすめ。そうだ。まだか。まだね。やわらかい、またね、熱いんだこの肉が、うん、味がさ、薄味。タレつける？ジンギスカンのタレつけてもいい感じだね、これだったら、うん、ベル食品から出てるジンギスカンのタレ食べてみよう。いただきます。ベル食品、また言っちゃった。良くなったね。良くなった。味がしてしまったの。タレが美味しい。うどんとか入れれたらよかったけどね。 200g しかないきつくさいね。もっといっぱい買えばよかったね。あっという間になくなった。あっという間でした。これベーコン、ショルダーベーコンスライスと石狩カバー炭火焼きベーコンね。こっちは北海道トンデンファームで作ってる。どっちも作ってるからどっちも作ってる。 200g の1パックって791円だったんだよ。それが1個550円だから、ガーデンセールのね、はい、お買い得です。はい、まずこっちあっさりしてそうだから油が少なくって、うんうん、ショルダーベーコン、うん、こっちから焼いてみるか。じゃじゃん。お、すごい香ばしい匂いする。炭火焼きのベーコンで豚バラ肉を長期間漬け込み、炭火でじっくり炙った本格ベーコン。はい、石狩川ベーコン。おー、あ、すごいスムーズな匂いする。よし、焼けた。こっちが最初に焼いた方、ショルダーベーコン。あ、やっぱこれね、油少ないんだよね。赤身が多い、肉の成分が。いただきます。うん、あ、うん、あっさり。そうだわ。で、肉の赤身の味が濃い。こっちが石狩があるんですよ、うん、こっちやっぱりね、油が多いよね。本来のこうベーコンっぽい、これ油が滴ってる。うん、甘い。こっち油の甘みがすごい濃い。うん、うまいなぁ。やっぱり好み分かれるわ。これは好みですね。私が馬に人参あげるの。100円ちょうだい。人参100円。お茶切りまた食べられる。でかいでかいでかい。濃厚バニラにしてきて、人気ナンバーワンらしい。今暑いからちょうどいい。いただきます。焦げちゃってるから急いで。濃厚です。あ、ウサギいる？いっぱいいる。かわいい。ここにヤギいたの？うん、あっち行ったの。ああ。なかなかね、やっぱり撮影とかも行けなかったり、トラブルあったりとかして。お母さんさ、ちょっと北海道神宮でお祓いした方がいいんじゃない？天中殺。まあ今年は当たり年だったね。まさかまさかの。うちはさ、夫婦のチャンネルだったから2人で撮影してたじゃない。お互いやっぱりまだ仕事もしてて、お母さんもまだ治療が続いてるんで、なかなかね撮影行けなくなっちゃったよね。なんか一人でやろうかなって。え？
お父さん一人の動画みたいなさ、ブチッとか言ってさ勘弁してくださいよ。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね。どんどんプライベートが明かされてます最低